パーサルトレーナーのユージです今日はですね コメント欄に質問があったんですけれども、大胸筋のマッスルコントロールを教えてくださいという、まあ、質問だったんですね、まあ。マッスルコントロールっていうのは、まあ、筋肉の,この意識の仕方で,ですね。大胸筋を意識的に動かせるかどうかという、まあ、そういうところなんですね、まあ。これができると何がいいかというと、大胸筋に意識的力を入れられるということなので、大胸筋をピク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 動かすことができるということで、宴会に役立つぞ。そういうことじゃない。そういうことではないですね。宴会家のためにマッスルコントロールやるわけではなくてですよ。ね、何をそこで 分かくいいんですけれどもまあ脱げるだけの体があっていいんですけれどもそういうことじゃなくてダンベルプレスとかをやってるときにね僕がいつも言ってるのはこっち側からじゃなくていかに大胸筋を使ってる意識をうまくやるかというところなんですけれどもまあ確かにねここのね大胸筋をねうまく使うというねこの言葉だけではわからないところがありますので、まあ、今日はねそこのところをねあのちょっと深掘りしていきたいと思っていますそのまあマッスルコントロールですけれどもまあ今言ったようにダンベルプレスとかをこうやってやってるときに問題はねこのダンベルから動かすっていう意識になって なってしまうと問題で大胸筋から動くその後に腕が動くみたいな感覚は、まあ、大胸筋を鍛えやすい、負荷が逃げにくい、うまくね、刺激を与えやすいということになってくるわけですけども、もこのね、マッスルコントロールができるようになるためには、いくつか段階があります。まあ、今日はね、一応ね、ちょっと4段階に分けてみようかなと思ってるんですけども、なので4段階ちょっと全部ね、最後までお話を聞いてください。で、そのまず第1段階目ということが、まずは知ることということです。そうです。やるとかどうやってやるかということの前に、まず知ることなんですね。ちょっとまずこちらを 見て欲しいんですけれども、まあ、筋肉というのはこの、ね、一番小さな細胞のレベルから言うとこのねミオシンとアクチンという小さいねこの本当に小さいこの細胞があってですね この紫とオレンジの細胞が中にスライドしてくる。そして外にスライドするという、スライドして伸縮するという、まあそういう構造がまあ一番細胞のね小さい段階であるわけですね。この小さい収縮がいっぱいいっぱい連なってきて、それがまあ筋元繊維というものになってきて、その筋元繊維がいくつか集まって筋繊維というものになってくる。で、この筋繊維がいくつか集まってきて、ようやくね、この筋肉という、この僕らがまあ一塊で考えてる筋肉になってくるわけですけど、まずは この筋肉の縮む伸びるってどういうことかというね、この細胞の段階からのこのスライドね、スライドして縮んだり伸びたりしてるということをね、まずイメージとして頭の中で描いていく必要があります。この今のの今細胞が縮んだりり伸びたりっていうのは あの、実際にダンベルを持ってやってる時の実際思い浮かべなければいけないことなので、これはもう本当に頭の中でしっかりね、記憶に留めておいてください。あとはね、この筋肉がどこについてるかですね、大胸筋がどこについてるか。まあ、これもやっぱりしてきちんと知っておく必要があります。で、これもちょっとこちらを見てほしいんですけども、大胸筋っていうのは、まあ、内側ね、まあ、いわゆるあの胸の谷間になる内側のところに、まあ、広い範囲に、この騎士というね、スタート地点がついていて、 そこから、まあ、扇のね、軸に向かって閉じるような形で腕の付け根、上腕の付け根ですかね。上腕の内側というか、まあ、前の方についているということなので、金星がね、この扇をこう広げたようにこう走ってるわけですね。なので、この金星が縮んでくるということは、この腕が上がってくるということなんですけど、まずこれを知っておかなければいけないということ。 ま、ただ、この筋繊維というのが今言ったように、扇形に広がっているので、上腕から下の方についている筋繊維を縮めれば腕が下に来る。で、真ん中を縮めれば腕が前に来る。上の方を縮めれば腕が上に来るという、まあ、そのいろんな方向に来るというので、一つの方向だけではないということですけれども、これが、まずね、この筋繊維、筋肉がね、この起士から停止のこの部分が近づくように収縮してくる。まずここから始まってくるわけですね。この収縮から始まる。で、そうすると、この上腕が引っ張られてくるので、肩関節を中心にして上腕骨 が引っ張られてくるので、ここがぐーっと前に出てくるね。ちょうどこれが引っ張られて前に出てくるということですね。 今、肘を伸ばした状態ではこういう動きになってくるというのが基本的にこの真ん中の筋線を収縮してくればこうなってくるということですね。で、これ猫、ね、のねダンベルを持っている場合にはこういう形になりますから、筋線維が縮んだらこれが出てくる肘が押し出される、その上に乗ってる前腕がね、前腕がそれも押し出される。で、最終的にこの上に乗ってる、ね、ダンベルが上がるという感じなんですね。今度は降りるときにはこれが押される。押されてここに負荷はどんとかかるから、ここがずっと押されて上腕が後ろに下げられる感じになる。で、今度はこの大胸筋でそれを ブレーキをかけながら、ゆっくり伸びていくという形になってくるわけですね。で、2番目というのが今のところですよ。2番目が今のこれが縮むから順番に押し出されて、最後に腕が上がってくるという、このイメージなんですね。この動きのイメージを頭に入れておく。そして、このイメージを筋トレをやってる最中ずっと思い描くという、このイメージというのが2番目にやることになってきます。収縮する、押される、最後にこれが上がる。押される、押される。そして、これ抵抗しながら伸びていく。もうこの繰り返しですね。常に中心はここから動いて、ここは抵抗し ここは縮んでこれ抵抗していくというこのまずイメージを思い浮かべるこれが2番目になってきますそして3番目なんですけども3番目はやる動かす。 ということになってきますね。えっ、ー、と、まあ、実際にまず、ダンベルプレスを動かすということの前に、感覚練習というのをやった方がいいですね。まあ、今言ったら、この、この動きですよ。この、今の最初の動きですけど、ちょっと皆さん、この、一回やってみてください。えー、背筋まっすぐします。背筋まっすぐする。猫背でなく、背筋まっすぐにしますね。で、腕を真横に手のひらを正面に向けて、こっからスタートしていきます。この胸をちょっと張った状態にしましょうか。胸を張って、ちょっとね、肩甲を締めて、背中を少し締めた状態のままで、この、いわゆるアーチを描いた状態ですね。この状態のままで、この大胸 大胸筋もね、まあ、この真ん中のラインの中間ぐらいがいいから中間もしくは中間のちょっと外ぐらいの感じでそこを指、えー、僕はもう中指で触るで中指一本で触ってみます。 基本的に一番筋線維が太いところになりますね。このあたりを、ここを触って胸を突き出したまま腕をフライをするのに前に持ってくる。そうすると指先で筋線維が縮んでいるのはわかると思うんですね。まずはこの筋線維を縮めるから腕が前に来るというこの感覚をこっちの指で触りながら確認をしてほしいです。これ触れなければなんかよくわかんないですけど、 触るから、この収縮してるのが分かると思います。まあ、戻る方は今負荷がないので分からないんですけれども、この収縮するから、ここを引っ張られて前に来る。まずこの練習。これをね、あの、左右両方ともね、あの、左が苦手な左もしっかりやる必要があります。まずこの感覚が分からなければ、ダンベルを持ってるともっと分からなくなりますね。 で、このやるときに、まあ重要なのがトレーニングフォームになってくるわけですね。まあ今までのどういう仕組みで筋肉が収縮しているか、伸びているか、そしてどこについているか、で、どういう動きをするかというイメージがある中でのようやく動かすというね、トレーニングフォームに入っていきます。で、トレーニングフォームは何のためにあるかというと、他の力を極力借りないためにフォームを正しくしていく必があるということなんですけど、で、まず、えっ、ー、と、これはね、えー、簡単に説明していきますけど、まずは、えっ、ー、と、この、 アーチと肩なんですね。背中腰を縦にアーチを描く。それから横にもアーチを描く。そうすると肩が後ろに押さえられる形になってくるということ。で、運動中はこの肩が上がったり、このアーチが潰れたりしないように、アーチはずっとこのまで肩が上がらないということですね。で、さらに、今度はこの前腕ですね。前腕が、 そっちから見ても、ね、横から見ても垂直。これがこっちに倒れたり、こっちに倒れたりしない。絶対に垂直。で、今度、頭上から見ても垂直で、これが中に倒れたり、外に開いたりしないように垂直。どっから見ても垂直な状態にあるという、ね、この垂直のバランスをとっているような状態ですねで。その垂直なままでやっていくというのはまず基本。それから今度、手首。手首がガクンとこういう風に反りすぎていると、 今度ここに負荷が逃げてしまいます。で、この手首に関してはこの手の甲が45度ぐらいにするのが一番いいですね。そうするとダンベルを持っけているダンベルの軸というのがこの手のひらのこのど真ん中のここに 乗っかってくるんですね。これが手首が反ってると、ここではなくて、こっちに来てしまうので、ここの軸で押してくるのと、ダンベルが乗ってる人とか、こう、ズレが起きてしまうんですね。ズレが起きないために、ダンベルの位置を少し前にしてあげる。45度にしてあげるね。手の甲をね。そうすると、この手首の真上にダンベルの軸が乗ってくるので、ちょうど、この軸でダンベルを最終的に押すことができるということになってきます。で、あと、呼吸ですね、呼吸。おろつきに息を大きく吸って、息を吐く。 筋肉が伸びる元を吸って、筋肉が強いに息を吐く。ただしこれをやっているときに最初の肩が動かない。そして前腕は垂直にキープしてます。これは絶対崩さない前に呼吸を吐く。息を吸う。息を吐く。息を吸うになってくるわけですねで。あとはさらにスピードになってきます。スピード。スピードが大体ね、結構やっぱりありがちなのが、トップでギュッ、ギュッと抜けるパターンですけど、これをそーっと止まる。下もそーっと止まる。ここも切り返しもガッ ふって急がないで、そーっと押し出して静かに止まる。下も静かに止まる。上も静かに止まる。上も静かに止まる。というのは、まあ、こういうようなフォームがまず大事になってきます。まあ、トレーニングフォームに関してはね、あの、結構いつも言ってますので、またちょっと他の動画を見てもらえばいいんですけど、一応ね、下の方にまたリンクを貼っておきます。で、ここまで来たらですよ。ここまで来たら4番目というのが、 反復するということになってきます。で、この反復するというのは、まあ、あの、反復して何回も何回も練習するということなんですけど、だから、この練習に関しては、回数とか時間というのが必要になってきます。この反復練習というのはもう今までの1から3すべてを反復練習していくということ。この細胞がスライドするイメージから筋肉が伸び縮みどこについているか、そして正しいフォームでやっていく。この感覚を確かにしていく。これを、マイレップ、マイレップ、一回か回、ここだここだ ここを使ってる、ここを使ってる、大胸筋使ってる、大胸筋で抵抗しているというのを、マイレップ、マイレップ意識しながら反復して練習をしていくということ。それをマイセット、マイセット、最後のセットまでやっていって、で最後の方でね、いや、10回やらなきゃグーっていうのはもうなし。もう毎回毎回丁寧にこの大胸筋をさっきのイメージでやってる、ここだけに負荷を感じながら、スピードも急がないでやってると反復して練習をしていくということ。で、これまあ理想としては、まあ週に2回はやった方がいいですね。 まあ2回ぐらいかな、しっかり取りにするな。でこれが週に1回だと使わない時間が長いので、週6日も使わなければね、今感覚がまだわからない人の場合、休みすぎてしまうので、週2回やった方がいいかと思います。まあそれをね、一生懸命丁寧にやりながらも、正直言うと、やっぱりこの筋肉をね、大胸筋で上げてる、大胸に抵抗してるっていうのがわかるようになるのが、まあ正直言うとね、あのー、1年とか2年かかるとは思います。まあ 僕は、まあ、僕はパーサートレーナーという仕事をしてるじゃないですか。で、このパーサートレーニングだと、こういうね、口うるさい人間がずっとついて、いや、そうじゃない、こうじゃない、こうだ、こうだ、ずっと言いながらやってるので、まあ、あのー、それでも半年ぐらいあれば分かるようになってくると思うんですけど、自分でやってるともうちょっと時間かかるかなと思いますが、まあ、ただこれね、絶対に、あの、時間は必要ないですよ。今僕がこれを言って、イメージを描いた、これ練習しました。ね、そうすると分からなかったはい、一発でできます。それはもうないです。それはもう絶対に反復練習ね、 絶対練習が必要です、ね、さらにですよ今4段階まで言ったんですがこの4段階のうちにもう一つね4の B としてですね4の B の段階として筋肉痛になる筋肉痛を感じるというのがあります。 そうなんですよわざと筋肉痛になる必要があるんですね。まあ、さっきあの、ちょっとゆっくり動かしてと言ったんですけど、おろそをゆっくりやっていけば、ネガティブとね、こう結構筋肉痛にはなりやすかったりしますね。まあ、だから、あんまり軽すぎても筋肉痛にならないんで、まあ、10回、12回が限界になるような重さで丁寧にやっていく。丁寧にやって12回ぐらいとかね、いうのをやっていくと、その時ぐーっとゆっくりね、この意識をしていけば、まあ、筋肉痛になります。で、この筋肉痛になった上で、筋肉痛を触ります。ね、触ってください。そのままじゃなくて、触ってください。 あのちょっとね こう会社とか電車がこうやって大胸筋に触ってるねちょっと筋肉痛の人いると思うんですけれどもあの別にそれはそれでいいんですよ筋肉痛を感じる触るというのがすごい大事なんですけどこれ何がいいかというと筋肉痛になるというのは痛み感じるじゃないですか痛みをトレーニングしたい時にも痛みを感じるというわけですよ痛みを感じるとここに痛みがあるはずなのにまあここで感じるわけじゃないですかでこことここがどん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 神経がつながってくるんですね神経を通わせる練習になってくるわけですよ筋肉痛になるということはねこここを触ったたたりりりう動かしたりし,たりしたら 痛いのがこう感じるでそれを何回も何回もあれば何回も持っていほどで何回とか1年とかあれば今度は頭からこっっちにを出すすのがもっと上手くなるんですねだから神経を通わせるということを実際に自分が反復練習をするとこの相互に練習をしていくことでこの大胸筋を意識するこのマッスルコントロールがどん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 出来上がってくるということですね。でそれが最終的に意識できるようになれば、えー、胸がピクピク。 することができるということで、いや、そうじゃない。胸ピクピクが目的ではないですね。あの、打球をつけるためにね、マッスルコントロールをするということではあるので、まあそういった感じでちょっと4段階ありますが、まあ1、2、そしてまあ3あたりはね、まあ今日すぐできることであるんですけど、この3のトレーニングフォームをきちんとちゃんとする、それからこの反復練習をする、まあここのところはね、ちょっと時間がかかってきますが、ただこれをやり続ければ必ずね、すごくね、効果が出てきて、思った以上に打球がついてくると思いますので、なのでこの4段階忘れずにぜひね、やってみてください。 はい、頑張っていきましょうチャンネル登録もよろしくお願いしますインスタグラムもやってますフォローよろしくお願いしますパースアウトトレーナーのゆうじでした GO!GO!